り坂田恵子大変身人でございます。いやーいやー、おいお前らよう見ろ、坂田恵子これやでこれできた、これで西成から心斎橋まで城とマネージャーと電車で一苦労。たまにな、電車の中とか駅とかでこういうやつおるやん。おるおるおる、おるわ、おるおる、こいつやったんや。バスタオル巻いて待ち合わせした時電話してんのかな思てん、出てこの前で、うん、ああ、なんで、もうやめてくれ。いや、独り言やった。さて、待ち合わせに2人とも10時待ち合わせとんで来えへんかったから、ずっと一人ことで、はよ来れや、うぇーって言うことだけや。いや、でも10時直帰しに来たわ。ありがとうございます。で、今回お世話になるのが梅田なんですけど、はい、ここヘアサロンナナナパレーナってお休みになんと開けてもらって貸し切りで、ありがたい。坂田恵子のためにこの原始人がどんだけ変わるのか。おい、このスペアモールが。え、ちょ待って待って、シャワー浴びてんだ。シャワー浴びとらへんわ。体の大切な美容師の方とかに目をかけたらあかんと思って髪の毛だけ洗ってきてくれや。全部洗え。あ、ありがとう、髪洗ってんね。洗った、まだ乾いてない。すごいな、もずくみたいな。でもどうした、もずく食べた。食べられ。あ、でも、あ、でもあんま匂いせえへんわ。大丈夫だよ、普段もあんま匂いはしないで。とりあえず4階上がってナナナパレナさん、あとネイリストの方も特別に来てもらって、あんたのために昨日全部なんかあかんのな、ハエだね、全部消してきた。よかった、ありがとう。じゃあ1回やるときはやろうね、スネアゴル。はい、というわけなんで今回この妖怪坂田恵子がスネアゴルが人間に変わるのか、人間美女どこまで行くんかな。言っとるんや、あんた。ありがとう、こんなんしてくれてありがとう。大丈夫、これすぐ乾く。まだ乾いないよ。それはもう大丈夫なんかな。美容室やで。そうっすよね。関係ないですよ、私。普段髪とか切んの？自分で切りますよ。パッサーパッサー言うて。私切りたくないの。ここめちゃくちゃ。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。うわー、もうめっちゃ綺麗、おしゃれなピアス。うわー、妖怪大入場。こいつ今回連れてきて。よろしくお願い、大丈夫です。あ、ほんまに綺麗にします。なんかあんたのために私を綺麗にしてくれるみたいなの。俺が連絡してる。え、誰が僕の美容室の方？はい、夏美さんですか？夏美です、お願いします。ナナナパレナって、はい、ナナナパレナってなんか変な名前ですね。なんでそんなこと言うねん。おいおいおい、ハワイ語なんていうあれですか、原点を見つける時だ。ふわっとしとんな。夏美さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、アシスタントの方。はい、ゆかりです。ゆかりさん、ちょっとよろしくお願いします。で、ネイリストの方ですか？はい。うわー、もうわざわざありがとうございます。よろしくお願いします。何さんですか？ミッドポイントのサナエです。サナエさん、よろしくお願いします。おい、お前なんかやんなよ。手出すなよ、こら。プライベートで俺らどうにかするやな。なりますけど、お前手出したろ、お前の。あ、すいません。一番の前では。今日はよろしくお願いします。こんな感じなんですけど、今いけますでしょうか？いけます。いけます。頑張ります。お願いします。お前ら頑張れ、バーイ。じゃあカラーとかさせてもらってもいい？いや、だから好きなようにしてください。あんたの一番だから美人にしてください。あんたの好みの女に買ってもらうやんか、今から。もう素材が無理やね。スネアゴール。ああ、ええやん。ここは何してもとりあえずお団子ができたらいいです。団子にこだわりがあんねんな。ありますね。守るものがあんねんな、そこに。めんどくさいから団子が楽。ああ、そういうことな。うん。あ、でもなんかやったと。ハゲてきとんねん、こっちは。あ、ハゲてない、ハゲてない、全然。ちゃちゃ、めっちゃハゲてきとんねん。でもな、私がすごいのはこんな人生歩んで円形脱毛症ってあるやん、はい、円形脱毛症になりましたって私に会いに来る女の子がおるんよ、二十歳とかで。すごいな、私さ円形脱毛症とかなったことありません。何の話しとんやから。じゃあ、超円形脱毛症とかなったことある？わからん、俺なったことないよ。そやろ、たまにおるよな、そのおるよ、ストレスを背負ってしまって。ほんまにおんねん、円形脱毛症。こんなシャツインするんですね、これ。私以外の女にあんまり絡まんといてもらえる？私以外の女に絡まんといてもらえる、マジで。どう思います？ほんまにね、するから。おじくわー、いいです。これはもうそれしかね、言えないね。ごめん、あんたのことは大好きやけど、
こいつがカラーで。お時間でどれぐらいもらう？あ、全然時間はむしろね。お時間お前何がお時間の時間に合わせる？お前のお時間はないです。この感じやったらだってね、5、6時間かかるかもしれないな、うん、思ったらちゃんと私はもうオフになるんや。ほんまに他のお客さんなんでよかったな。無理っすよ。俺電車もちょっとヒヤヒヤしたもんな。ああ御堂筋線別に私もっとすごいですから。ちょっと早苗さん、ちょっとネイル見てください。おい、すねやがる。お前の好きなすねやがる気に入っとんねん最近。ああ、じゃあお前が命名してくれたすねやがる、さなえ。さなえよろしくお願いします。さなえ、さなえよろしくな。さなえよろしく言うたん。あんたなんかもう旦那みたいになっとるやん。どういうことやねん。さなえさん、自分で主導権握ってください。手は綺麗、すごい綺麗。違う、もうそんな綺麗とかそんな言わんで。綺麗ね、俺さっき見たけど。やっぱ爪落とすから。さなえにやっとる、やってもらうために全部落としてきたんですよ、実は。いや、足は汚い。足どんな？うわっ、もうすごいな。いや、これ、さなえに任すから。うん。レディオ。あのね、取れないのはまずいですよね。まずくないよ。でも折れちゃうのか、こんなん取ったら。爪伸ばしすぎたら、多分俺が多分すごいことになっちゃうんで。あんたのその俺の被害が…あ、作られへんからやろ。じゃあ俺のそれは絶対短くしこ短くします。短くしますね。こんな綺麗な美容室でしこるっていうことが言ったやつは初めてだ。だからこれを…動物園のなんかライオンみたいな。分かってる。アースプラネットみたいな。でも綺麗な爪は。爪は綺麗です、うん、ちんたらちんたらした YouTuberいらんねえその動画。行くのやってもてるやん。もう早送りしてや。必要なとこだけど乗せろ。さなえさん、今までこういう人お客さんで来たことあります？ここまではないです。ないか。ここまではここまでもう坂田慶子って知らずにこういう人が来たら多分できんですよね。いやめっちゃしんどいと思うよ。そりゃできんなるんだ。いやけどな、知らないしかやっぱ生きていかれへんねん。いやけどな、私は今日ジョーに呼んでいただいて、さなえちゃんと出会ってほんまに生かしたいよ、さなえさんを。ほんならちんたらちんたらしどうだ、おもろないか。何を言ってんのか分からん。分からん。人の髪の毛触らせる感じですね。あの101匹ワンちゃんのあのクルエラです。ちょっと見よう、からしてる。私の顔は汚いや。それでお前は愛してるんだ。シュークリームのカスタード。どっちや。お前のとじゃない。ほんなら行って。大豆のあの黒ごま入れたあのソフトクリームのやつ。黒ごま入ってない。これサイババみたいなってね、まあそういう宗教の教祖みたいな。18歳から20何年間人に髪の毛触らしたじゃないですか。あ、ない。はい。マジなんで？人にしか触らせたくないから。けど、お前ら。あ。なんか企画してくれたから。 ありがとう、それは嬉しい。やけどお前嘘泣きすな。この子たちに、お前なんか一生懸命してくれてありがとう。いや、ありがとうでございます。ありがとうございます。大丈夫で、染みない。いや、染みると思う。そんなもんお前らの心の愛が染みるわ。うまいこと言うたよ。言えるけど。うまいこと。そこでいらんねん別に。よかったでしょ。触らせへんから。お客さんを体を。はい。もうお客さんおったらいらんことでしょ。清涼。いや、多分お客さんを呼ぼったら、そのまま、このまま。そっか、稽古してる人は、あーって笑ってくれねん。けど、そうじゃない人からしたらもうできんやから。恐怖。でも、ありがとう、ジョー。チームもありがとう。いや、楽しみ。俺もどうなのかが。いや、好き勝手にやれ。でも意気込みはちょっと夏美さんにもらおう。まずどんな感じですか？夏美ちゃん仕上がりいけそうですか？仕上がり、そうですね。ビフォーが結構毛がね、長くてゴワゴワしてるツヤツヤにしたいと思います。ありがとう。案外いっちゃってください。結構変わりそうですかね？結構もうカットもさせてもらおうと思ってるんで。で、メイクもですよね？あ、メイクも全部。うわー、お願いします。ありがとう。じゃあちょっと次、さなえさんちょっとネイルに関してですけど、あんたの心をツヤツヤ、私の心をツヤツヤに入れてくれ。変な安っぽい CM みたいな言葉使うの？私の心をツヤツヤ SK2 赤いな、大大手やん。だって次、さなえさん、そういうことや。あとで結果見たらええのって話やろ。全部飛ぶ。全部飛ぶでしょ、考えとったら。僕、こいつと一緒に撮影してるのすごいでしょ。飛ぶ、綺麗にします。じゃあもうシンプルはね、まとまってもシンプルに。ちょっと楽しみにしてます。あの、どこか行け。もうこやつをよろしくお願いします。本日お願いします。お願いします。
超優しいな、ありがとう。コーヒー飲みに行く。ネイルすごい仕上がってきてるね。キャッキーと全然ちゃうねん、いい加減せよお前。あ、ちょっと坂田圭吾、ほら動くからな、あのできひんねんネイルさんが。ちょちょ大丈夫大丈夫、動かんといて。ちょもっとなんかやって、もっとなんかやって、もっとこれ、うん、もっとなんかやってて、なん足りない、愛が足りない、もっとやって全て足りない、お前の愛と一緒で足りない。こうやってこれ持ってこれでやる。自分で顔近づけて。これ何ですか？スチーマーで保湿します。毒ですかね。もう多分こんなのがいい。これは保湿することによって。違いますよね、そういうのじゃないですよね。ほんならよろしくお願いします。はい、以上。麻酔で眠らした方がいいんじゃないですか？その方が早い、ね、長期麻酔みたいなして。はい、麻酔入れろ。ちょ、なんかもっとやって、もっとやって。こっちあんたやってないよ。あ、まだです、まだ全然まだ今。子供やね、ちょっと、やって、やって、せーの。ちょっとごめん、違う意味の介護になってる。せーの。そういうやつなんでしょ。お前、これ何、これ美容や、これ毒針ブラシ。毒針ブラシ。それじゃないブラシや、毒針ブラシ。そう、これで毒。あ、なんだ。はいはい、もっとせーのやって。え、何これ、せーの。これね、痛い、痛いかもしれへんから。やって。俺こういうの絶対できへんから。気持ちいい、痛くないですか？ジョーやってもらってみ、あんたにもやってあげたいわ、ジョー。これ何のやつですか？何これ？これ電気でリフトアップするんです。絶対、すごい。ちょっと頬が上がるんや。こんなに変わるか？痛ない、もっとやれ。あんな、私って痛い方が好きやで、もっとギャーギャーやってもらっていいですか？じゃあ感想、こんな S 系だし、動きながら M だ。 S 系だ、ド M ですから、私。なんか、もっとギャーギャーやって。じゃあこれマックス、マックスやって、だから強いんや、強いんや。え、マックスでそれめっちゃ全然効かん。いや、俺もな、痛みに強いタイプやから、多分あんまり反応が分からへんと思う。そろそろ痛い、分からん。だから痛ないからボンボンやる言うとんねん、分かる？なんならそれでさせる言うてんねん。じっとしてください、じっと。こっち向いて。変わってない、ごめん。口角こっち向いて、こっち向いて。喋った時とか違うくないですか？変わってません。見て、変わってないやん。ありがとう、魔法の手です。うん、あー、俺それやられたい。なんか夏美さんに。お前は、お前今夏美さんにやられた言うた。何をしてんの、それ。借りてるずっと。すごいな、これ稽古にやられたやろ。お前もできんや。お前だ。気持ちいい、うん、めっちゃ変わった、見てほら。めっちゃ笑ってるから、笑ってるからよ。おとなしくなったね。うん、寝てるから。永遠にお眠りください。あ、起きたよ今。なんか誰がなんか言うた、永遠にお眠りください。めっちゃ綺麗になってる。さあ、めっちゃ綺麗になってるやん、お前。なんでさっきのスキンケア。じゃあお前なんで上から撮っとんねん。今誰、お眠りください。おい、じゃあお前と一緒にお眠りになったらええんちゃうかい。足、こいつ何書いてんの、これ。メイクナウ全部ここや。はい、ここはもうちょっと変化出てきてるわ、うん、幸せは。メイクの道具、幸せはここにあるや。これ全部分かってんすか、何が何って。分かってるんだから、天才やもん。かわいいな、これ。すごいな、めっちゃ顔ちっちゃいな。あと横並んでみ、そんな顔ないやん。ちっちゃいな。俺が顔ちっちゃいね、多分。男にしてはだいぶちっちゃいから、俺。めっちゃちっちゃいな、今気づいたわ。私かなり顔ちっちゃいよ。うん、で俺顔ちっちゃいよ言われんもん、視聴者さんに。最後、アフターお楽しみに。自分で指示してやってないやつ。あ、ごめんな、こっから頼んどいて。困ってる。じゃあ何が起こるの。分からない、分からないけど、見ようにしとこうか。分かるやん、どうしたらええか、私の顔。変えるんやったら、普通ボリュームこっから持ってきて、上ボリューミーにして、下あれにす。ごめんな、私さ、全部分かってね。すごいな、ほんま。これ全然ちゃうやん、自分でやったほうが化粧、これ。もういらん、もうこれ以外いらん。そんなスイッチ入った、入った。100均よりつかない。まあ違うね、このままいとったら調子に乗っとる。大丈夫、今日は今日のベストでいこう、みんなの。はい、分かってます。けいこさん、なに、ちょっと今日しかないっすよ、ジョー君に告白する。なんて、ジョー君に告白するの今日しかないっす。そう、せっかく綺麗になってんから。
チョウにガチ告白、うん、え、チョウにガチ告白していいか。いいっす。深夜マネージャー、はい、協力してくれますか。任せます。ほんならこれ全部ちゃんと整ったら、はい、チョウに告白するね。待っとけ、チョウ。はい、というわけで坂田恵子が準備が整ったみたいな、はい、なんかジョー君も変わってないですか。そう、セクシーゾーンがあったそうって、どっちか言ったらキンプリか、うん、そっちかな、うん、ありがとうございます。バッチシですか、坂田恵子。はい、綺麗になりました。おー、というわけで大変身しました噛んだよ坂田恵子登場お願いします。すげえ。ちょっと心は変わってないから。ちょっとこっち来て、こっち来て。めちゃくちゃ。レイウーマン自分で歌うなって。すげえ。めっちゃ変わったよ。やば。言うていいか。何を。いや、だってこれ梅田のビジネス街歩いてても、全然。ほぼどこ歩くでもない。大企業の大秘書や。すげえ、お前秘書、秘書そうなって社長会長、社長うわ、一回じっとして、じっとしてみて。うわ、全然違う、うん、いや、でもほんまに美人になったわ、うん、俺は、ガチで。で、ネイルはネイルも綺麗。あのね、いつも100均の赤のネイルでハゲハゲやったってジョーの動画でいっぱい流れされとったけど、今日はスペシャリストのネイリストさんにキラキラにしてもらいます。うわ、全然違う、全然違う。キラキラにしてもらってありがとう。仕上がりどうですか。ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃいいやん。かわいい。ありがとう。モテる。ヘアメイク。モテるってもモテとんねんけど、もっとモテるやん。お前どうするんや。モテるわ、ほんま。ヘアメイクをしてくれた。紹介してください。ちゃんつみです。ありがとうございます。いや、ほんとありがとうございます。ありがとう。さなえさんはちょっと時間があってネイルやってくれた。うんうん、なあ、もう行っちゃったけど。うん、いや、ほんまありがとうございます。ありがとう。変えてくれたあなたたちは、私はアーティストとして、YouTuber として、ヘアメイクとして、うん、人をキラキラして幸せにするっていうのが、うん、お仕事であり、趣味やと思ってます。うん、今日はありがとう。これからも人をキラキラさせてください、私みたいに。頑張ります。ケイコさん、すごいね。言わないと。何を。強くに言うことあるんじゃないですか。何を。なんでマネージャーが。おい、マネージャー仕切り出したぞ。強くに言うこと。ちょっとね、さっきマネージャーに相談してたんですよ。何や何や。何を相談してたんや。うん、あんた分かっとるやろ。うん、何を。うん、いつも私は西成で大暴れして足の裏真っ暗でマニキュアもハゲハゲで、ああ全然ちゃうもんね。はい、髪の毛もこんな巻いたこともなくて、うん、いつも髪の毛も洗わずにお団子をして、うん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 、そんな女なんですけれども、ああ今日はカチッとした姿で、いや、すごい、ジョーにああ告白してますか。何がおもろやん、これこういうこと言ったらね、これだけ。聞こう、告白っていうのは告白なんかちょっと泣けてくるんだけど、泣いたら化粧取れんねん、ほんまに、うん、なんかずっと、うん、ジョーの婚約者とか言って、うん、ジョーのファンの皆様すいません、うんうんうん、YouTube でいっぱい言ってきてましたけれども、うん、あのそれは本気でして、なんで急におっさんなんで急に今日は、うん、私がこうやって綺麗になる姿を作ってくれたところで、うん、本当に皆様に認めていただけるんじゃないかと、うん、じゃあ、あ、婚姻届持ってこい、結婚しよう。あ、絶対嫌や。真剣考えた上で絶対。なんでやで。こんな綺麗な格好してますから。大丈夫だ。聞いてください。絶対嫌や。あ、諦めへんから、はい、なんか企んでるの分かってん、笑えやねん。もうごめんな、みんなもうマネージャーずっと笑っとるから、マネージャーは私たちを祝福しとるやん。いや、大変身しても心は変わってないね、お前絶対変わります。さあ、次は心を変えてください
難しいやろ。いけんねや。ほんまに変わった。ほんまありがとうございました。ありがとうございます。マジで変わった。よかったね、ここの美容師さんと、あのネイジさんの概要欄貼っとくから。うん。ってください、皆さん。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。ほんまにすごいわ。いしなり逆におったら違和感ぐらい変わったもん。うん。ありがとうございます。かわいい。そんなんやな。やりたい。